こんばんは、和正です。今日は、ついに、ビオトープに生態を、導入したいと思います。まあ、生態といっても、メダカの追加になるんですけど、まあ、自分が選んだのは、こちらになります。楊貴妃に、なります。色は、オレンジ系で、まあ、もうちょっといいやつだったら、赤っぽく、なるんですけど、まあ、一般的な楊貴妃の、色をしているメダカです。温度合わせを、して、導入していきたいと思います。水合わせは、しなくて、いいかなと、思ってます。理由としては、1、2週間前、2週間前ぐらいかな、購入して、水草水槽の方に、入れてました。で、このビオトープの、水は全部、水草水槽から、全部入れてってるような感じなので、水の質は、ほぼ一緒かなと、思ってます。で、まあ、1時間ぐらい、かけて、まあ、放置してました。で、入れていきたいと思います。まあ、底砂がね、茶色だったんでどうかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりね、入れたら全然雰囲気が上がりますね。今は、この5匹だけなんですけど、まあ、これから、どんどん、増やしていけたらいいかなと、思っております。今日は、ビオトープに、メダカの追加といった、動画となりました。ご視聴